満開の景色を俺たちは知っている。監督、あんたが教えてくれたから。嵐みたいな拍手、家族みたいに笑える場所、巡る季節つぼみ咲く花、役者演劇稽古セリフ本番、緊張幕客席らしさ、おかえりって言葉の意味、全部監督が俺たちにくれました。ハイスペックなやつだったら捨てさせない。新団員の募集なんて俺は絶対に認めない。みんなすまない、撮影はしたいのに体が言うことを聞かない。この痛みさえなければ撮影するのに、この痛みさえなければ嫌ない。まないとよくならないよ。いいってやめろ。待ってね。マスミくん治ったっぽい。嘘つけ。どう見ても仮病だよね。誰が来てもマスミくんはマスミくんだし、春組は夏組も秋組も冬組も、もちろん監督も何も変わらない。
だってここは満開カンパニーはますみくんの居場所なんだから。俺の居場所、監督ありがとう。俺あんたに出会えてよかった。まったく世話の焼けるやつだな気まぐれでわがままでたまに思い込みが激しくて。でもそれがマスミね、私たちの大切な家族。君に春がんばんを届けましょう。桜前線常にここにある。そしてちぐはぐなのがいいじゃない。ねえおいで、僕らがバンドのステージへ。向かいから見た景色が何度も背中を押してくれる。もう一人じゃない、にわかせば君がいる。君がくれた嘘のない涙、がもっと未来がもっと綺麗な桜で染まるように。人は出会いで変わってゆくなら、今の僕たちは誇らしい。桜桜今日はさよなら、それはまた会うためのおまじない。桜の下で約束しよう、一番に合う場所で。春一番でゆっと目を閉じた君の手を捏そうとするよ。いつだって一人じゃないから、ほら見て桜のシャワー、家族みたいに笑えるから。僕はこの場所が大好きだよ。お帰りって言葉が似合う、ほら本当にありがとうございました。